こんにちは。親の笑顔で子は育つ MC のオンドルです。さあ、お盆休みも終わって皆さんお忙しい毎日ね、まだまだ暑いですけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日はなんとですね、お子さんが見学に来てくださってるんですよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、はい、早速ですけれども、今日の素敵なゲストの方ですね、岡島あさこさんですね。あこさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、かわいいですね。もう爽やかで、はい、今日はちょっと楽しみにしてまいりましたので、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、ですね、あこさんの方から自己紹介お願いいたします。はい、お呼びいただきありがとうございます。福岡市城南区でバストアップ専門店をやっております岡島あさこです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バストアップさん、はい、ね、女性は皆さん結構ん何って思うような、ね、ことだと思うんですけれども、はい、何でしょう、メリハリのある女性らしいボディラインを目指します。はい、まあ、なんと実績1000件以上になりました。びっくりしました、自分でも。そうなんですか。これはどちらの方にサロンが。サロンはですね、はい、あるんでしょう。福岡市の七熊線、皆さんご存知ですかね。七熊線の、ベフ駅、六本松駅の次なんですけれども、はい、ベフ駅のから徒歩1分の場所で、あら、はい、バストケアを専門にやっております。うん、そうなんですね。はい、まあ、ちょっと今日はいろいろ知りたいことがたくさんありますので、何も聞いてください。はい、ね、ちょっとぜひ、はい、ちょっと皆さんも参考にねしていただけたらなと思っております。はい、はい、ということで、あこさんのサロンにいらっしゃる方って、どういう方が多いです？一番多い年代なんですけれど、まあ、バストアップって言われると結構若い方が来られるイメージなんですけれども、そうですね、うちのサロンは圧倒的に40代50代が多いです。もうやっぱりその、まあ、お子さんを産んで授乳が全て終わって、うんうんうん、お子さんもね、だいぶ大きくなって、はい、でやっぱり女性の体ってすごく変化していくんですよ。まあ、妊娠出産、そして授乳だったりとかと、まあ、加齢変化だったりとかで、うち一番多い年代は、まあ、もちろんその年代40代50代なんですけれど、はい、一番若い方はやっぱ10代の方から悩まれてる方もいらっしゃいますし、まあ、60代の方とかも来られます。皆さんちゃんとバスト変わっております。育っております。そうなんですね。はい、そのビフォーアフターっていうのは、はい、あこさんのなんか、はい、ぜひホームページに、インスタホームページ、そうですか、見ていただけたら本当に結構1回にドンと変わってくるので、変わるんですね。そうなんです。じゃあ産後のバスト、はい、産後バストとても得意です。うん、あと、なるほど、まあ、お胸がもともと小さい方、痩せ型の方だったりとか、 あと逆にお胸が大きくて、うん、まあ、年齢とともにこう下がってきてしまった、下垂してしまった方だったりとか、はい、あともうやっぱりそのプレ更年期世代の方にも、バストも全女性に対象です。しっかりと変わります。そうなんですね。はい、そうなんです。そもそも、まあ、そのバスト、あこさんのところはバストっていうんで、なんか胸とかお胸とかいろんな言い方がありますけど、そうですね、バストって言うんですか。お客様に合わせてるから。あ、そうですか。なんか胸が下がってとか言われる方は、胸を上げるにはとかいう言い方しますし、あと、まあ、ね、バストって言われる方もいますし、おっぱいが下がってって言われる方もいらっしゃいますので、お客様に合わせて好きに呼んでいただいて。そうなんですね。はい、大丈夫です。ねえ、おっぱいです。ね、ね、はい、ね、どうしても女性はその、ね、今多分産後授乳をされるっていう、ね、方が、まあ、ちょっと少なめではあるようには聞いてますけど、どうしても母乳を出すと、どうなるんですか、母乳出すと。やっぱ授乳期ってすごくパーンって張るんですよね。で、大きくなったバストはやっぱり授乳が終わった断乳後、はい、卒乳した後はやっぱりシュル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 っと役目を終えたかのように、やっぱりこう伸びた分しぼんでしまって、こう伸びた分、そう、皮になってしまって私自身がそうだったんですけれど、本当にこう見るも無残に鏡の前で泣いたりとかもすごく私自身が経験あるね。そういう方でもきちんとケアをしていけば、はい、ふっくらとしたバストが戻ってまいります。その戻るバストって、はいはい、どこ
どこにそのそうなんですか、気になるでしょ、もともとはどこに行ったんだバストですね、帰ってきてもらうわけですよね、そう帰ってきてもらう、どこに行っちゃったんですかね、ほとんどの方はまず下に下がる、はい、まあ何もしないとですね、やっぱり重力にどん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 逆らって、逆らわずに、うん、重力とともに下がっていく、うん、あとですね、お子さん抱っこされる方とかってすごく肩こりになるんですよ、こうね、ご経験あるかと思うんですけど、肩こりと関係あるんですか、めちゃくちゃ関係あります、背中肩こり、あと腰痛、あと足のむくみとかもバストもめちゃくちゃ関係あるんですけれど、きちんとそのやっぱり背中に引っ張られてるっていうことがめっちゃ多いんですよ、だからやっぱりその背中の筋肉とか肩こりだったり歪みとかをきちんと整えていくと、なんとなかったはずのバストがしっかりと前に戻ってまいります、あら、そうなんですね、そうなんです、みんな半信半疑なんですけれど、ぜひね一回ね肩こりある人来てほしいですあ、じゃあちょっとなんかまず肩こりある人、うん、まあ、産後のバストアップっていうのはもちろんですけど、はい、肩こりのある方も、うん、あこさん、そうで、もちろんです、もちろんです、肩こりと腰痛も、肩こり腰痛、あと足のむくみ、足もすごい実はバストと関係なさそうで、めちゃくちゃ関係ありますので、それはびっくりします、私、はい、そうなんですよ、うーん、足をしっかりほぐしてバストケアするのと、うん、足を全く触らずにバストケアするのではビフォーアフターがもう全然変わってくるんですよね、そんぐらい足もやっぱ一枚でねつながっているので、あ、全部整えていくっていうことが、そう、そう、変化のちゃんとこう一番効率がいい、あ、そうなんですね、 そしたらちょっとまあ、産後バストでこうね、ふっくらしたものが、うん、まあ、しぼんで、しぼむ、そうそうそう、しぼんでっていうのは、まあ、なんか理解はできるんですけど、うんうん、私なんかしぼんだかどうかもちょっと覚えてないぐらいの、もう元々がない人っていらっしゃいますよね、はい、例えばちょっとスレンダーボディの方 で、うん、のでね、なんかこうないって方は大丈夫なんですか？大丈夫です。どっからその実は私もどっちかというとこう、もともとない、もともとない、もうぺったんこで、授乳期にちょっと大きくなって、断乳後にさらになくなってしまった人だったんですけれど、そういう方でもお肉どこにあるっていう感じなんですけれど、どこにあるんですかね？いや、まずは肩甲骨だったり背中をしっかり緩めます。緩めて、まあ、自律神経背中とかに取っているんですけど、うん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 、女性ホルモンを整えつつ、はい、しっかりですね栄養をやっぱり取っていただきます、栄養そう、女性ホルモンってやっぱり食べたものでね作られていくので、うんうんうん、しっかりと栄養指導と、はい、あと血流を良くするっていうところを重きに置いて、まあ、歪みを整えつつバストを育てていきます、うん、ここら辺の血流をめちゃくちゃ良く、うん、水分を取っていただく、やっぱね食事やっぱすごく大事です、はい、あ、なるほど、じゃあそういうもうお食事とか、はい、そういう指導もされてあるんですね、はい、はい、そうなんです、スペシャリストですよね、スペシャリスト、まあ、なんかあれですよね、はい、助産師さんじゃなくて、うん、婦人科の、婦人科の看護師なんです、看護師さんのね、はい、経験も終わりだから、そうなんです、もうトータルサポートできる、トータルサポート、女性の心強いですね、はい、です、なんかね、ちょっと些細なお悩みとか聞けますよね、うん、そうですね、婦人科系のね、婦人特有の病気だったりとかすごく強いので、うんうん、あ、なるほど、やっぱその、まあ婦人科系の病気と、うん、まあ、バストと女性ホルモンってやっぱめちゃくちゃ関係してるものなので、うん、その辺とかもこうヒアリングしながら、やっぱりその人その人に合わせてケアを行っております。あら、すごい、ねえ、興味ありますね、来てください、ねえ、いや本当に皆さんもいてくださいね、赤ちゃん抱っこ、はい、ね、していらっしゃる方もね、はい、大丈夫です、早めにご予約していただいたら、そうですか、小森担当がおりますので、まあ、安心してですね、お母さん癒しています、ね、やっぱね、まずね、お母さんが癒されるってね、うん、いうのが大事ですよね、うん、すごい大事です、ね、はい、ということで、はいはい、知らないとまずい、知らないとまずい、うん、まずい、やばい、簡単お手軽バストケアをやってみよう、やってみましょうということで、これはもう興味ありますね、簡単にちょっと自分でセルフケアっていうことで、はい、セルフケア、ね、ちょっと教えていただければと
はい、思います。ちょっと私もやらなくて、はい、ぜひ一緒に皆さんやっていただきたいなと、はい、お願いします。思います、うん、まずですね、やっぱお手軽に、お手軽、すぐにできる方法を今日は皆さんにお伝えしたいと思います。嬉しい。でやっぱり、うん、バストとめちゃくちゃ関係ある、先ほど言った肩こり、肩甲骨、うん、背中の部分がガチガチだと、うん、はい、なかなかこうバストって引っ張られてしまうし、あと血流とかも、うん、血流もバストに行きにくいし、うん、あとなんか呼吸とかも浅くなっちゃうんですよね。だからまずは肩甲骨を緩めるっていうことをやっていきます。はい、まずじゃあ皆さん楽に、あの、はい、椅子に座ってください、ね、やってくださいね、はい、やってくださいね、はい、一緒によろしくお願いします。ダランで力を抜いて、はい、まずですね、肩を回していきます。で、はい、肘をですね、前から後ろにぐーっと後ろに後ろにゆっくり回します。で、このゆっくり回した時に、うん、ちょっとこう肩甲骨を寄せる時にですね、ゴリゴリ感じません？あの回した時にゴリって言いますよ。そう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 、そうです、そうです。そのゴリゴリを感じながらゆっくりやるのがポイントです。ゴリ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 で、肩甲骨と肩甲骨って言ってますよ。そう、みんなガッチガチなんですよ。肩甲骨と肩甲骨の間のお肉を肩甲骨で潰すイメージ。ぐり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 寄せて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 、ああ、なんかこうなった気がします。そう、なった気がします。それバストです。これですか？これバストなんです。潰して潰して潰して戻ってきてくださいって感じですね。これはですね、まあ、前から後ろに20回ぐらいやれば、20回、あの、まあ、大きな筋肉動きますし、代謝も上がってくるんですよね。20回もやれば結構上半身ポカポカしてきます。ゴリ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 20回1セットグリ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 潰して潰してゴリゴリ言ってますよ私。バキバキ言うんですよ皆さん。そう、なかなか、これ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 です、これです。私なんかここたくさんいらっしゃいますね。いらっしゃいます。やった覚えはないんですけど、どうしてでしょう。それです、それです。やだ、それバストです。あら、しっかりちゃんと動かしてきます。戻ってきてください、はい、という願いを込めて、だいたい20回ぐらいグリグリしましたら、はい、ちょっとね、あの顔とかがこの辺あったかくなってきたな、ポカポカしてきたな、なります、なります。そしてじゃあ第2弾、あら、1回目は肩回し、その後に、デコルテ。皆さん、あの年齢とともにこのデコルテね、骨が浮き出てきたとか、産後ここのあばら骨、あばら骨がスッて出てきちゃったりとか、なんかこうそげてしまった、デコルテがそげてしまったって方多いんですけれど、出ちゃう、よくないですか？このここもうちょっとふわふわできます。で、ここですね、ここですよ。ここ鎖骨の下のあばら骨のところ、下の、はい、鎖骨のあぶ、ここです、ここです、ここあばら骨、はい、はい、そこをですね、この鎖骨の下をつまむ、ぐーってつまんでください。触ります、はい、これです、ぐーっと、うん、お肉お上手です。ぐーっと、ここです、ここです、痛いです、うん、これ張り付いてるんですよ皆さん、ぐーっと。これ私のバストですか？はい、バストです。やだ、しっかりここは柔らかくしてください。で、この辺はクーパン人体とかないので、うん、しっかりともう、あの容赦なく剥がしてもらって大丈夫です。あ、剥がす、剥がす、剥がす、張り付いてる皮膚をしっかりガシッと掴んで、いい感じで痛い、そう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 、痛い、最初は多分ですね、あの張り付いてる方痛いんですけれど、うん、これ1週間もやったら、うん、本当に痛くなくなります。おー、ふわふわになるんです。で、要はここのですね、ここ、デコルテが張り付いてしまうと、うん、まあ、こうやってね、血流良くして栄養がバストに行きやすくなった、うん、せっかく育ってきたバストが張り付いてしまうと、あの行き場がなくなって背中とかに育っていっちゃうんです。背中とかいらないじゃないですか。あ、だから背中によく流れるっていうんですね。皆さんここ張り付いちゃってるので、しっかりとやっぱここは耕す、耕すこと、耕す、耕す、耕す、出ました。ここはあのね、お野菜でもふかふかの土の方がこうしっかり育つじゃないですか。面白い、うん、はい、あの耕して柔らかくして、うん、柔らかくします。あ、いい、ほぐす、ほぐす。あ、こそ痛くないんですか？あ、痛くないです、全然、本当に痛くなくなります。しっかり、痛い、
したいでしょ。でも最初 の、 あのうちのサロンに来られた方、うん、みんな痛がるんですけれど、うん、もう、まあ、1、2週間やっていただければすごいあのふかふかにふわふわになってくるし、お肉もよりやすくなってくる。でここも育ちやすくなってくるんですよね。まずは2週間ちょっとやってみてほしいです。2週間ですね。そうです。これ20回のデコルテもこれ回数制限なし。あ、なし。はい、もうなし。なし、あのね、笑ってる。なしです。はい、なしなので、あのよくね、信号待ちとかで。あね、あ、そうですね。あの人何してる、もう私も気にしませんからね。もう やります、しっかりとデコルテとか、この谷間のところとかもしっかりつぐまみます。谷間があるかっていう話なんですけど、谷間はね、ない人も真ん中をつまんでください、うん、はい、谷間できてきますので、はい、でしっかりこれが2個目、はい、でもう一個だけですか。 あら嬉しい。もう一個だけ、はい、ですね、バスト、うん、ここのですね脇腹、うん、やっぱりあのここも張り付いてるんですよ皆さん、この脇の下、うん、脇の下もここもね、うん、ゴリ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 って、うん、ここは痛気持ちいい感じ、うんうん、でやっぱ脇にもあのリンパの詰まりだったりとか、うん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 、あと前鋸筋っていう大きな筋肉、バストにすごく関係している筋肉があるんですけれど、うんうん、ここですね、ここしっかりとゴリゴリ、うんうん、痛気持ちいい程度で、ああ痛気持ちいい感じですね。ここをまあ緩めてあげることでバストがですね、まあ、肩こりももちろん効果的ですし、背中緩んできてバスト徐々にこう戻ってきます。あら、そうで、その後にね、しっかりあのお肉を集めてバスト、あのブラジャーに入れてもらうと、バストの形、たったこの3つで、あの2週間ぐらいでなんとなく集まってきたっていうのがご自身でも感じていただけると思います。ここね、本当にやっぱ呼吸とかみんな浅いんですよ。そうですね。そう、癒着してるとやっぱ呼吸浅くなっちゃったりするので、うん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 、この辺とかですね、またこの辺ね、つまんで。回数制限なしです。なんかもう私真っ赤になっとうかもしれません。なっとうかも、なっとうかもしれませんって。すごい方言。やっぱ血流が悪い人とか、張り継ぎがひどい人、最初こうちょっと赤みが出たりするんですけれど、それはでももう血行が良くなっているって思っていただいて、しっかりとこう柔らかくですね、まあ、大体自分でするときは皆さん痛み手加減してるので。あ、そうかそうかそうか。じゃあ、あこさんのサロンでもグーって、はい、されるんですね。やります、うちのサロンでも。でも基本的にバストはほとんど触らなくって、バストサロンなんですけれど、もう足から、うちのサロンの施術は足から、うん、足の裏から、うん、背中をやって、うん、足の裏、太ももふくらはぎで背中ほぐして、全部もう全部のお肉をバストに集めて、でヘッドマッサージまでして、はい、だからもう全身90分、至れり尽くせりの。でもやっぱり全身緩めていって、うん、しっかり血流流していった方が、うん、本当に結果が早いです。効率よく効率よくがすごく好きなので、うんうん、はい、そうですね、なんかなかなか今教えていただいたセルフケアも、うん、意外と皆さんできそうだけど、うん、意外とやらないんですよね。やらないんですよね。私それよく分かるんですよね。私ラジオ体操毎日やろうって決めて、もう今1ヶ月サボってますもんね。だからいつでもできる、例えば無料でできるセルフケアって意外とこう、ね、そうなんですよ、無料だからこそね、サボっちゃうので、やっぱそこはやっぱりプロにお任せした方がいいって私本当に思いますもん、うん、そうですね、やっぱ、うん、定期的に通っていただくと意識もやっぱ ね、 そうですね、モチベーションも上がってくるので、そうかそうか、それちょっとはね、これやってくださいねって言ったら皆さん宿題として頑張ってきてくれたりします。ただ自分一人でやるとなかなかですね、なかったりします。そう、私もね、なんかいつまで続くかなと思いながら、今はもうやろうって決めてますけど、はい、ね、来月のなんかで収録とかもボーンとかなってたら、ね、可能性はありますのでですね、はい、ね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、やってみられてください、ね、ということで、はい、はい、ということで、あこさんがね、やってみてくださいね、うん、あこさんがどう、なぜそのバストとかまあアプローチをされようと、うんうん、
とそういうきっかけっていうのを教えていただきたいんですけども、うんうんうん、きっかけですね、うん、私はやっぱりまあ、婦人科の看護師として、うんまあ、産婦人科赤ちゃんが生まれて女性が、ね、妊娠してっていうところに、うんはい、長年いたんですけれども、うんうん、女性の体って本当に刻々と変化していくんですね、うん、そして女性ホルモンもそうなんですけれど女性ホルモンを、まあ、うちは整える施術をしているんですが、うんうん、やっぱりなんだろう女性ホルモンと自分女性の心と体って本当に密につながってるなっていうのを、うん、現場で、うん、目の当たりにしまして、うんうん、で、やっぱり女性ホルモンを整えながら、体型がこうしっかり変わるんだっていうところでみんな元気になっていくんですよね、うん、そこをしっかりこうサポートできると女性がなんかもっと元気になってなんか明るくなるなってこう周りももっと明るくなるいい循環が起きてくるんじゃないかなっていうところでバスト専門、まあ、自分を大事にするっていう意味でですねそこをサポートできる人になりたいなと思ってバストを始めました。ことですね、はい、やっぱりそういう何でしょう女性ってやっぱり結構バスト気にしてある方って意外といらっしゃいますよね、うん、特にこう薄着になってそうですねやっぱり横から見て凹凸がないと、うん私も本当にあなた残念ねって本当に言われたことは全然知らないおばちゃんから言われたことがあるので、ね、でもねそういうのって結構ずっとね、うん、残るんですよ、 いやそうですよね今でも残念なんだ私みたいな、ね、そうそうそうだからやっぱりちょっと胸を張って、うん、でもやっぱりバストだけじゃなくてやっぱりこう肩こりとかそういう、うん、なんだろういろんなことにね関係があるっておっしゃってあったから、うん、やっぱりそれで笑顔に、ねうん、なるっていうのはいいですよねそうなんですやっぱメリハリっていうところまあ、女性らしい曲線ボディをですね、まあ、皆さんちょっとでもこう変わることができたら、うんうんうん、みんなやっぱモチベーションになるしそうです ね、 ね結果が出てくると楽しくなりませんかちょっともう本当に誰に見せるわけじゃないんですけどそうですね自分に目を向けるっていうところで、やっぱバストって体のど真ん中にある、ね、やっぱ相棒ですのでずっと連れ添っていくってかそういう自分 の、 体の一部を大事にして少しでも好きになっていくっていうところから、うん、やっぱりですね女性って変わってくるんですよね、うん、そうですよね、はい、なんか私も本当に、うんバストで、はい、っていうのはちょっとなかなか結びつかずにいましたけれど、ね、やっぱ自分もやっぱり、まあ、どちらかというとこうまあ、悩むっていうよりももともとないので、うんね、バストがこう大きくて肩が凝るとか、うんまあ、一回言ってみたいなと思ったことはありますけどねそうそうだからまあ、ね、仕方がないなって思う部分もありましたけども、はいね、やっぱりそうやって子供を出産するたびにやっぱり、うん、あこさんも変わります3人お子さんいらっしゃるんですよね3人ですよ、まあ、こんな可愛らしいのに本当にやっぱバストも体型もすごく変わっちゃったしすごいあと女性としての自信をやっぱなくしちゃったりとか、まあ、自分自身が体感してそしてでも自分自身が変われたっていうところ、うん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 、でやっぱりなんか人に教えたくなったり、うんうん、やっぱこう肩こりとか体も楽になってくるしなんかこうご機嫌になってくるんですね皆さん女性って自分のなんか綺麗になるってご機嫌になるって思ったらお母さんとか、まあ、女性がご機嫌な方が家庭って明るくなるしそうですね、そうですね、社会で、そうですね、職場の女性がすごい機嫌良さそうだったらなんかみんな機嫌が、うん、そうですね、ねで女性の力ってやっぱりすごい、うん、すごいなって思うんですよ、うん、それですだから私なりのこう社会貢献女性を、うん、女性一人を、まあ、機嫌よく美しくすることで、うんまあ、社会がもっともっと明るくなっていったらいいなと思っております、うん、あ素晴らしい、いや本当もぜひね皆さんちょっとあこさんのところね行かれてみてください、ね、お願いしますお待ちしております、はい、ということでまあちょっとこれ私かと思いましたけども神肉の正体ってことですごいすごいですねすごい写真持ってきました神、うん、肉の正体もうお手本のような神肉です
そう、これ私もあるんですよ。ないなりに、ね、ないなりにこう溢れてるお肉は皆さんはみ出てるでしょ、ここに、うん、ここ普段ね隠してますけどね、ちょっとこの正体っていうのをね、あこさんに教えていただきたいと思います、うん、まずですね、すごい分かりやすく言うとですね、うんうん、この写真では、はい、まずブラジャーが合ってないです。そこからですか。ブラジャーまず合ってないです。すごくギュッてしまってません？これブラジャーね、アンダーを締め付けると集まりそうなんですけれど、逆に締め付けると、うん、締め付けすぎちゃうと肋骨開いちゃうし、血流が止まっちゃうんですよ。あ、そうですか。だからやっぱり正しい、その人にあ、この骨格に合った正しいワイヤー入りのブラジャーを着けることがまずすごく大事です。あとこの方やっぱり背中とかすごい冷えてありますね。ちょっとお肉がちょっと肩太りね、背中やっぱりさっき言ったように肩甲骨って癒着してたり肩こりがあったりとか、血流が悪くなってしまうとそっちにバストが引っ張られてしまって、ここにはみ肉ある方、それバストですよ。戻っておいでですよね。なのでしっかり前にね、しっかり緩めてからしっかり入れ込んでください、ブラジャーに。あー、したら皆さん結構2カップ3カップは平気で上がります。背中にファミ肉はおっぱいだと思っていただいて。あら、もったいないですね。あるのにはみ、ね、背中にこう流れちゃうっていうんですかね、はい、あるんです。それはもったいないです。もったいない、はみ肉の商品。なんかあこさん、そのさっきブラジャーのことをおっしゃってましたけど、はい、なんか今、はい、そうなんです、開発をなさってあるって。そうなんです、ブラジャー開発中なんです。こういうはみ肉も逃がさない、うん、きちんとお胸に集めてくれる、バスト、そしてかつ逃がさない、ちゃんとこう脱いだ時にバストの形になるように育てていくブラジャーを現在開発中でして、はい、この秋、11月ぐらいに、秋、はい、11月発売予定を目指しております。そうなんですね。興味ありますよね、はい、皆さん、ハミ肉は入れてください、ね、もったいない、もったいない、ね、その背中のハミ肉いりませんって感じです、ね、いやいや、何の役にも立たないそう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 、そうなんですね。まあ、ちょっとね、あこさんのインスタグラムとかなんかそういうホームページとかをね、はい、チェックしていただいて、ぜひぜひ、秋発売だそうですので、はい、必見でございます、ね、必見です、はいはい、もう少しお待ちください、ね、うん、ありがとうございます。ということで、はい、そうなんですよ、まあ、私もまあ、あこさんと似たような感じで、まあ、それぞれ社会貢献っていろんなねアプローチの仕方とかがあるんですけれども、なんかもし何かありましたら、もし何かありましたらって私聞きたかったんです、うん、ねえ、このまんまりね、そう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 、やっぱり女性、うん、女性ね、ね、うちのサロンでもお茶出したりするんですけれど、うんうんうん、薬膳茶やられてるじゃないですか。そうなんです、まあ、女性、まあ、ホルモンを整えたりとか、まあ、女性しか来ないので、うんうん、まあ、女性ホルモン整えとか、気の巡り、血の巡りを良くする、なんかおすすめの薬膳茶があったら教えていただきたいなと思って、うんうんうん、たくさんあるんですけど、うち多分15、6種類いいかな、あるんですけれども、やっぱりその方がやっぱり一番必要なお茶っていうのが一番いいですよね。なんか例えば気が足りない人とか、血が足りない、まあ、気持ちも一緒か足りないとか、やっぱりむくみでやっぱりものすごく質を込めてある、あ、こもってる人とかもいらっしゃるので、まあ、そういうので、まあ、うちはお出ししてますけど、やっぱ女性はやっぱり、うん、血がバロメーターなので、うん、でね、やっぱり血をね、やっぱり血行不良とかもそうですけど、うん、血を増やすっていう、血を増やすお茶、うん、もありますね、うん、潤うようなお茶っていうのも、うん、潤い大事ですね。そうですね、潤いがないとやっぱりなんだろう、夏バテしやすかったりとか、ね、まあ、それこそ、ね、更年期特有の、まあ、うん、ホットフラッシュとかいうのがやっぱり症状として出てくるので、うん、そうなる前にですね、うんうん、ちょっと、まあ、どうせ皆さん何か飲まれるので、ちょっと薬膳茶は、まあ、どうかなっていう風な感じでちょっと、ね、やっておりますので、ぜひぜひ教えてほしいです、ね、いえいえいえ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。喋、ね、りすぎましたかね。いえいえ、次回またお願いします、ね、ませんね。なんかね、バストはやっぱね、永遠のテーマですもん ね、はい、私もちょっとやってみますので、ね、ちょっともう最後になったんですけれども、はい、ね、早いですね、はい、あこさんからちょっと一言、はい、
あのまとめでお願いしたいと思いますけど、まとめですね、はい、あのそうですね、うんうん、あのぜひ皆さん、ま、女性の体のど真ん中にある自分とずっと付き合っていく相棒、うん、あのバストをですねちゃんと自分と向き合って大事にして変わっていく、そしてご機嫌になっていただきたいなと思います、うん、ご機嫌に、女性がご機嫌になると社会は明るくなります。うわ、ありがとうございます。またもう小坂かわいいことねえ、またどうぞよろしくお願いしますね。ご活躍応援してます。またね、あの、はい、チェックされてくださいね。これね、はい、あのあこさんのインスタグラムですね。ちょっとねこういうのをちょっとこう、プロフィールとか見ていただいて、はい、アフターとかも載せております。そうね、見てくださいね。素敵ですね、はい、あスリーカップ、あそしてあのこれ私のでございますのね、はい、まあ、よろしければぜひ、私も遊びに行かせていただきます、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日のゲストは岡島あさこさんでした。どうもありがとうございます。はい、またぜひお願いします。はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。初すぎないよもぎ蒸しをぜひお試しください。